こんにちは、翔吾です。ハロー、三崎直なの。今回描くのは誰かな？今回は金色のガッシュの登場人物、ガッシュベルト清丸を描きました。連載開始から20周年おめでとうございます。まずは下書きから始めます。事前にラフを2回ほど書きましたが、今回下書きとラフの差があまり出なかったような気が若干してます。なので作業手順としては、下書きの後すぐにペン入れするのではなく、一度グレーで塗って形を整えてから線画描いて色を塗ろうと思います。この描き方は過去動画の名探偵コナン赤い周一を描いてみたでもやってたね。概要欄に動画のリンクを貼っておいたよ。よかったら後で見てみてね。ところでガッシュって結構前の作品だよね。どうして今頃描いてるの？ああ、それは冒頭でナオが言ったように、ガッシュの連載開始から20周年経ったからです。 Twitter でトレンドになってましたね。作者のライクマコトさんが書き下ろしイラストのメイキングをアップされていて、なんだか懐かしい気持ちになりました。ちなみに原作漫画が読めるアマゾンリンクを概要欄に貼っておいたよ。ガッシュを読んだことがない人、あるいはもう一回読み返したい人はチェックしてね。きっとハンカチ必須だと思うけどね。さて、こんなことを言ってるうちに仮線画を進めていきます。仮線画は1枚のレイヤーに全てを書いています。まあ仮なので線が少々雑なのはご了承ください。正午の線画が雑なのは本番でも同じだと思ってた。失敬な、そんなことないわ。きっと、いや多分。まあとにかく仮線画とグレーベースが濡れました。なのでここからは正式にペン入れをします。ペン入れは何を使ったのかな？レイヤー構成とかも一緒に教えて。了解しました。ペン入れは最近にじみGペンを使いこなそうと練習してます。従来の G ペンも良かったんですが、線画がちょっと硬いというか、よりデジタル感がありました。一方でにじみGペンはなんとなくアナログ作画に近い線画描ける気がします。うん、なるほどね。ちなみににじみGペンはクリスタのフリー素材からダウンロードできるよ。それからレイヤーはベクターレイヤーで、キャラごとにフォルダを作ってから、そこに目と顔、髪当て、そして体と部位ごとにレイヤーを分けました。ちょっと清丸のフォルダ名、漢字間違ってない？おっと、これは失礼しました。まあでもサムネの文字はごじってないので、今回はご了承ください。もうしょうがないな。気を取り直してガッシュの話に戻すと、この作品は落ちこぼれの魔物の子供ガッシュと IQ190 の頭脳を持つため周囲に疎まれ、不登校気味の中学生清丸が魔界の王様になるため戦っていくストーリー。王道ですが、キャラの心情が1話完結でも丁寧に書かれていたのが印象的でした。パートナーの人間が本の呪文を唱えると魔物の術が出せるって設定もユニークで面白かったね。そうですね。なので今回は2人が戦ってるシーンを書いてみることにしました。本当は戦う相手としてブラゴとシェリーペアも書こうと思ったけれど、ブラゴのあの衣装が書ける気しなかったのと、4人分の配置と構図が微妙だったのでやめました。修行が足らんのだよ、修行が。さて、ようやくペン入れが終わりました。ここからは色を塗っていきます。色はどうやって塗ったのかな？こっちもレイヤー構成も踏まえて教えて。了解です。色はまずバケツツールでベースを塗っていきました。レイヤーはラスターレイヤーで、こちらも線画の時と同じくキャラごとにフォルダ分けして、その中に肌や髪など部位ごとに塗るレイヤーを分けています。またしてもフォルダ名の漢字間違ってますな。うん、だからごめんって、編集時に気づいたので諦めてそのままアップしました。あれ、途中で用紙の色を変えたね。これはどうしてかな？あー、これは今回薄めの肌色を使っているので、塗り残しとはみ出し対策のためにしています。この絵で使うことはあまりないであろう色を用紙に設定しておくと、塗り残しやはみ出しが一発でわかるので結構便利です。うん、なるほどね。意外とちゃんと考えて描いてるんだね。意外とは余計です、意外とは。ちなみにこの用紙の色を変えて描くやり方は、過去動画のブラックジャックとピノコを描くメイキングでも行っています。この動画も同じく概要欄にリンクがあるよ。よかったらこっちも見てくれると嬉しいな。さて、作業は目を入れると小道具以外のベースが塗り終わります。
目は通常のカラーホルダーとは別にホルダーを作って何色か色を重ねて塗ったり、定山レイヤーなどを重ねてみました。定山レイヤーといえばこの後出てくる影塗り作業でも活躍するんじゃないかな。その通りです。それでは次は影を塗りつつ仕上げ作業を進めていきたいと思います。影はどうやってつけていくのかな？影は最初にバケツツールで塗ったレイヤーの上に定山レイヤーを重ねてクリッピングした状態で不透明水彩を使って影を入れました。ただし部位によってはミリペンも使ってます。クリッピングって下のレイヤーに何か書いてある部分にしか描けないんだよね。そうです。なので肌は肌、髪は髪のベースの色がある部分にしか影は入りません。ただ影をつけるコツに関しては私もわかりません。各自でコツを見つけてください。もう肝心なところは勉強不足なんだから面目ないです。まあとにかくあとは背景とエフェクトの仕上げのみとなりました。背景はガッシュの攻撃で使われている雷のエフェクトと作品のタイトルに紐づく金色に光る本のエフェクトを入れていきます。エフェクト書くのはあまり得意じゃないのでうまくいくかどうかはわかりませんが、もしそれでもこの動画のどこか一部が絵を描くヒントになったり面白かったら、完成したイラストを見た後にでもグッドボタンを押してくれると嬉しいな。今回はツイッターの話題に便乗して描きましたが、懐かしい作品が描けて楽しかったです。ガッシュはアニメ化もされていて現在 Amazon プライムビデオでも見られるよ、要チェックだね。それからこの完成したイラストは概要欄の副支部リンクからも見られるよ。よかったら後でチェックしてみてね。さて今回は以上です。このチャンネルは、毎週金曜日の18時にイラストメイキングや、LINE スタンプ作成、販売に関する内容を投稿しています。何かご意見やご感想、指摘などがありましたら、コメントをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。他の描いてみたイラストを見たいときは、再生リストのチェックや高評価、チャンネル登録などをしていただけると幸いです。登録済みの方はベルマークをオンにしておくと通知が来るようになっています。